ちは RWS ドリブル塾大阪支部代表の伊藤大輝です。今回はヒールリフトとサンドリフトどう使い分けるのっていうテーマで動画を撮っていきます。結構動作的にも非常に似ている部分が多くて、どのシチュエーションでどっちを使ったらいいんだろうって結構迷ってる人も多いと思うんで、今回の動画を参考にして練習をしてみてください。で、今日の練習、今日の動画の最後にですね、僕が堺市、大阪の堺市で単発のドリブル塾をやらせていただいたんですけど、その様子をちょっと流していこうと思っているので、ぜひ動画を最後までご覧ください。はい、まずはヒールリフトですね。ヒールリフトは基本的におじいさんあるんですが、両足インサイドを使って上げてます。で、ボールの上げ方は軸足を前に出して逆足でボールを擦り上げる動作です。この擦り上げたものを軸足で掘り上げる。結論から言うと、スピードに乗ったままドリブルをしている時です。動作として軸足を前に出して巻き上げるという動きになるので、スピードに乗ったままドリブルをしている状態からでも、仕掛けることができます。またディフェンダーからしても、スピードに乗ったドリブルをしてくる選手が急にヒールリフトをしてボールはこっちから、オフェンダーはこっちに流れるという動作になって、ディフェンダーとしてもなかなか非常に対応しづらい技術になってきます。はい、次はサンドリフトですね。先ほどのヒールリフトと非常に似てます。ボールを触る足はインサイドですね。で、よくある間違いとしてボールを挟んでから上げる、これは結構間違いで、テンポとして1、2となってしまうので非常に遅くなってしまいます。動作としてボールはジャンプと同時に挟んで上げる。使う場面ですね。使う場面は止まっている時です。止まって相手が来ている時、来ている時にカウンターでその頭上を落としてやる。結構ディフェンダーとしてはボールを取りに来ている、その時に急に裏を突かれるからなかなか対応が難しくなってきます。はい、まとめると、ヒールリフトはスピードに乗ったままドリブルをしている時に相手の頭上を押して一気に抜き去る、そんなドリブルですね。で、サンドリフトは止まっている時に相手を引きつけてカウンターで頭上を抜くイメージですね。どちらも非常に使える技術なので、両方持っておくとドリブルの引き出しも増えていいと思うので、どちらもシチュエーションを意識して練習をしてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。I'm so happy.